はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、借賃賃料の増額減額請求権について解説いたします。まあ、建物の賃貸借契約において、その賃料、まあ、借賃ですね、賃料が借りた時と今とで比べた時に、今の金額がこれ高すぎるんじゃないの、または低すぎるんじゃないのといった時に、減額請求だったり増額請求っていうのができるんですね。で、増額請求っていうのは、これは賃貸人から貸主から借主に対して増額させてくださいっていうふうに請求する話ですね。減額請求は賃借人から賃貸人に対して家賃を下げてくださいと請求できるという話です。で、どういった時にこれできるかというと、これは借賃賃料が租税の負担の増減、不動産の価格の上昇低下、近隣同士の建物の借賃の上昇低下などによって、この賃料借賃が不相当となった時に、当事者は増額請求だったり減額請求ができますよと、まあ、いう話です。租税の負担の増減っていうのは、まあ、これは貸主側の話なんですけども、まあ、貸主って一般的にはオーナーですよね。で、オーナーは固定資産税とか都市計画税とかって払ってるんですよ。で、その税金がすごく高くなってしまったといった場合、貸している賃料、家賃もこれはちょっと上げてもらわないと困るといった話ですね。なんでこの場合は、賃貸人は増額請求ができると、まあ、いう話です。この当事者っていうのは、賃貸人と賃借人、二人のことを指しております。で、また税金が安くなったというのであれば、まあ、借り主側としては、これは減額してほしいと。家賃もそれに伴って減額してほしいということだから、賃借人は減額請求できるということですね。あと、不動産の価格の上昇低下。不動産の価格が上がった。まあ、これは売買価格とか、まあ、評価額とか、まあ、そういったイメージで大丈夫です。不動産バブルになって、不動産の価格が上がっているというのであれば、それに伴って、賃料も上がりますよね。なので、賃料を上げてください。というふうに、賃貸人は、賃借人、借主に対して、増額請求できますよ。逆に下がっていると、不動産の価格が下がっているのであれば、それとともに、家賃下げてくださいよ、っていうふうに、借主が、貸主に対して請求すると、まあ、いう話です。また、近隣同士の建物の借賃、賃料が上がっている。例えば、ワンルームマンションの賃貸借契約において、他のワンルームマンション、近くのワンルームマンションの家賃よりも低いと、自分の貸しているワンルームマンションの家賃が低いというのであれば、それに合わせて、じゃあ高くしましょうっていうふうに増額請求をする。逆に、周りの家賃低いというのであれば、じゃあ借りている家賃も下げてくださいよということで、減額請求できると、まあ、いう話です。で、これが原則なんですね。で、これについては、場合によっては特約って可能なんですね。増額しない旨の特約だったり、減額しない旨の特約だったり、というのが場合によっては可能なんですね。増額しない。これは家賃を増額しない。増額できないということだから、賃借人にとって有利な契約ですよね。有利な特約です。なので、この場合っていうのは、普通建物賃貸借の場合も、定期建物賃貸借契約の場合も有効ですよ。増額できません。家賃を増額することはできませんよっていうふうな特約は、どちらも有効です。で、一方で、減額できない旨の特約、減額しない旨の特約、これは賃借人、借主にとって不利ですよね。で、これについては、普通建物賃貸借の場合は無効なんですね。ただ一方で定期建物賃貸借の場合は、賃借人に不利であっても有効となります。この点は注意をしておきましょう。で、なぜこれ有効になるのか、これについてはちょっと理解していただきたい部分なので、個別指導で解説させていただきます。まあ、このような部分理解をしておくと、この表とか覚えていなかったとしても、自分自身で答え導けるようになるんですよね。今簡単にこの部分ですね、この増額しない旨っていうのは、これ、賃借人にとって有利じゃないですか。なので、これは当然にこれ有効ですよ。これも理解学習の一つなんですね。それと同様に、この部分もなんで有効なのかっていうのを理解しておくと忘れにくくなるので、ぜひですね、理解をしていただければと思います。理解学習を実践して、次の試験で絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。
個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひお申し込みください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。